こんにちは、耳鼻科専門鍼灸師の岳先生です。今日はですね、歯垢の首こりほぐしを3つお伝えしていきたいなと思います。首のこりってもうめちゃくちゃ厄介ですよね。それが頭痛につながったりとかしますよね。なので今日は自律神経が乱れやすい人だったりとか、あとは首がこりやすい人いっぱいいると思います。デスクワークしてね、首こっちゃう、そんなような方はですね、この歯垢の首こりほぐし3つをお伝えしていきますので、特にね、マッサージ定期的に行ってるよとか、マッサージ行ってもなかなかその場はいいけどなかなか取れてこないんだよねっていう方はですね、ぜひこれ見ていただくと結構楽になってきますので、参考にしていただければと思います。それでは行きましょう。さあ、それではですね、3つの歯垢の首こりほぐしやっていきたいなと思うんですが、首のこりってですね、まあいろんな辛さがあると思います。で、どんな風に分類していくかというと、これこりのある場所、辛い場所で分類していくっていうのが結構簡単でいいんですね。なので3つのパターンに分けて今日は解説していきます。まず1つ目っていうのが、この後ろ、真後ろが辛い時ありますよね。うわ、ここが辛いんだよねって時。そして2つ目っていうのが、斜め後ろ、この辺がこういう風に辛いんだよね。これもめっちゃあると思います。そして最後がこの横、なんかこの辺がこういう感じ、この辺が辛いんだよねっていう方、だいたいこの3つぐらいに集約されてくるので、この3つをやっていただくと、ぶっちゃけマッサージ行くよりも効果抜群に高いと思いますので、一個一個やっていきたいなと思います。それではまず1つ目のこの首の後ろのラインですね。この後ろのライン、ここが辛い人気で、ここが辛い人っていうのは大概が上向いた時に行きにくかったりとか、向いた時にここが痛かったりとか詰まったりとかする方が結構ほとんどなんですよね。試しに上向いてみていただくと分かるんですけど、結構詰まりやすかったりします。で、向いた時にいててっていう感じになります。で、その方はやっぱりこの後ろの、真後ろのラインが辛くなりやすいので、それをまず改善していくやつなんですが、これはですね、インネ体操って言います。このチャンネルでは何度か出てきてるんですが、改めてやっぱり素晴らしい方法なので、前のやつよりもちょっとアップデートしてお伝えしていきますね。まず最初、皆さんですね、こう上向いてみてください。自分がどの辺まで向けるかなっていうのを覚えておいてくださいね。僕はこの辺まで向けます。で、こうするともう痛みとかで向きたくないなという感じになってきます。で、やり方っていうのは簡単です。まず両方にですね、こういいねを出していただきます。グッドボタンです。で、そこでまずですね、自分の目の前に出してくるんですが、肘はね、軽く曲げておいてください。こう伸ばさないようにしてください。曲げておく。その状態で目線はですね、自分の爪を見てください。爪あたりを見ていただきます。それで準備が整ったら、まずね、ゆっくりゆっくりズン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 と上に上がっていきます。で、この時にポイントとしては、首でまずついていかないようにしてください。目線だけで追ってください。目線だけで。なので、僕の目線見ていただくといいんですけど、まず目線だけでいってます。目線だけ。で、さらにどん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 手は同じスピードで進んでいって、目線で追えなくなるから、首がついていく。で、最後まで爪は見て。で、向き切ったら手を下ろして、ここでね、5秒キープ。1、2、3、4、5。それでまっすぐ向いて1回深呼吸、これだけです。1回でいいです。僕ね、もう今結構すっきりしてます。めちゃめちゃいい感じで、さっきね、向いた時ここまでしか向けなかったよっていうのをチェックしていきたいと思うんですが、向いてみましょうか。僕今このぐらいまで、ここでやっとなんかこうちょっとこう詰まりが出てくるというか、まあ、この辺まで向けてればもう全然 OK なので、これだけで首の後ろのラインっていうのが一気にほぐれてきます。なので、このいいね体操、首の後ろが私辛いんですよ、これから頭痛に来ちゃうんですよ、目の疲れがっていう人は、このいいね体操をやっていただければなと思います。で、やり方が分かんなかったらね、動画をちょっと巻き戻していただいて、もう一回一緒にやりながらね、やっていただくといいんじゃないかなと思いますので、注意点としてはね、肩が力入ってたりせずに、まず全体的に力を抜いていくっていうことです。あとは最初は必ず目線だけ、つまり首よりも手が先行していくってことです。そこからぐーっと向いていって、向いた時に手と一緒に顔を戻さずに、向いたら手だけ戻して5秒キープ。これ5秒って大事です。この間筋肉が緩んで馴染んでいきます。そうするとかなり緩んできますんでね。これが一つ目の首の後ろのラインが辛くなった時にやっていただくストレッチ、いいね体操になります。そして今度はですね、歯垢の首くりほぐし二つ目は、この斜め後ろのところ、いや、ここ辛いんだよね、このラインで辛いんだよねという人めちゃくちゃ多いと思うんですよ。で、
これもね先日動画出したんですが、おかげさまでね4週間ぐらいで130万回ぐらい再生されてる、とても皆さんに反響をいただいたやつを改めてちょっとまとめ版として出していくんですが、この斜め後ろが辛い時っていうのはですね、主にやっぱりね自律神経やられてる時なんですね。でこのが辛くて悩んでる方の多くはここもんでも良くならないんですよ、あんまり。これなんでかっていうと、ここに原因がないから、辛いところに原因がないからなんです。じゃあどこに原因があるのかっていうと、この前側の筋肉なんですね。気になる方はね前の動画見ていただくと、そちらでも詳しく説明してるんで見てほしいんですけど、早速ですねここを伸ばしていくことによってこの後ろ側が楽になっていきますので、この方法をやっていきます。では左を伸ばしたい場合はまず右手を出していただいて、左側の鎖骨の下に置きます。そこから反対の手で軽くですね下にグッと引っ張ります。引っ張るときのイメージとしてはほっぺをねこうズリーってこう皮膚を下げるようなイメージですね。グッと引っ張ります。そこからここ今左を下に引っ張ってますが、その場合は右を向く、そして上を向く。ここがビーンと今伸びてます。これで10秒キープ、1、2、3っていう風にこう10秒キープしていただく。そうするとですねもう今2つやりましたね、インド体操のここ斜め後ろだけですけど、めちゃくちゃ楽です。今ものすごい軽くなってますね。なのでこの2つまずやっていただく。特に2つ目は自律神経系の症状を抱えている方、それこそ耳鳴りだったりとか、まあ、更年期障害もそうですし、そういった症状を抱えている方はこれ必須ですね。たとえこっちが凝ってなくても、ここの筋肉をほぐすことで自律神経が整ってきますので、そういった自律神経の症状を持っている方はこの2つ目の思考の首こりほぐしをやっていただけますと首こり退治できますので、ぜひやってみてください。そして思考の首こりほぐし3つ目、今度は最後首の横です。横、ここがなんとなく辛いんだよねっていう場合、結構これもいます。特にですねこの首の横っていうのは、この側頭部とかこめかみの頭痛を長らく持ってる方っていうのはほぼ 100% 確率でこの首の横のラインが凝ってる方がほとんどになってきますので、普段から横がいつも重くなりやすいんだよねっていう方はこれぜひやってみていただければなと思います。では早速やっていくんですが、まずチェックがあります。まずですね右を振り向いてみてください。ぐーっとこのぐらい向けるな、向いた時ここ突っ張るなっていうのを覚えておいてください。一回真ん中ストップ。そしてまた左を今度向いていきます。ぐーっと、はい、このぐらいですね。でどっちが向きやすかったか向きにくかったかと覚えてください。僕はね左が向きづらいです、ここで止まっちゃうんですけど、右はぐーっと後ろまで行きます、はい、なので今回対象となるのは左側になってきます。なので左手をですねまず出してください。皆さんもね向きづらかった方の手を出してください。そこから指3本、人差し指、中指、薬指を3本ぐーっと手前に引いてきます。この時にね第一関節を逃がさないように、こういう風にやってしまうとここが伸びなくなっちゃうので、しっかりと第一関節から伸ばしていくっていうのが大事です。で限界までピッと伸ばします、はい、そのままキープ。そして小指と親指でぐーっと真ん中に寄せるように頑張って寄せてきます。で戻す。でもう一回ぐー真ん中に寄せてくる。これもね目いっぱいやることが大事です。このぐらいでいいかなではなくて、ぎゅーって頑張るぞっていうぐらいやってください。はい戻す。で最後もう一回ぐーっと小指と親指を寄せる。よし OK。 で深呼吸。でこれをするとですね、これ幸せ法って言うんですけども、これもですねいろんな使い方できます。めまいの動画でも出しましたし、側頭部の頭痛でもいいと思いますし、あとは寝違えた時もねこれめちゃくちゃ効きます。それこそ寝違えた人ね、これだけで治ったという人結構いますので、そういった方にも使えますね。ではですねこれをやっていただいたら再度チェックしていきたいんですが、向きやすかった方さっき見てみましょうか。グッと、これさっきと同じです。真ん中ストップ。今度左、グッと、これさっきよりもかなりグーンとこっちまで向けるようになってます。さっき詰まってたんですけど向いた時、それも今取れてます。こんな感じでですね、今ですね3つの思考の首こりほぐしをやっていきました。思考というだけあって、僕の中で首を凝ってるんですけどどうしたらいいですかって言われたら、まずこの3つをやってください。これがもう僕が考える一番最高のものですっていうことです。特別な自信作ですね。でこの首こりって本当にね厄介ですね。いろんな病につながってきてしまうので、これをですねぜひやっていただくと、正直マッサージ行くよりも今これやっていただいた方が全然効きます。
なのでお金をかけず時間をかけず手間をかけずできるこの思考のね首こりほぐし3つっていうのをしっかりと皆さん覚えて動画見なくてもできるようにしていただく、それぐらい覚えていただければ首こりもねかなり軽減してくると思いますので、ぜひこちらやってみてください。今日はね思考の首こりほぐしということを皆さん紹介しましたけどもね、やっぱり高評価をねたくさんいただけますと僕もですね動画投稿のモチベーションが上がってきます。どん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 もっといい動画出そうかなと思ってきますので、ぜひとも高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。さようなら。